こんにちは、ヨッシーです。本日はですね、ストームシステムについてご紹介したいと思います。ストームシステムというものを皆さんご存知でしょうか？このキコのジャケットにも使われているものでして、使われているものにはですね、こういうタグがついています。ロロピアーナというブランドのシステムですね。そもそもこのロロピアーナというブランドはですね、イタリアの高級生地メーカーです。最高級のベビーカシミアとか、もう最高級のウールとかですね、そういうものに特化した、メーカーでして、1924年創業で、90年ほど歴史があるかなり老舗のメーカーですね。創業者はピエトロ・ロロピアーナさんです。創業者の名前がそのまま、メーカー名になっているというものですね。で、このキコのジャケットにも使われているこのストームシステムなんですけれども、マッキントッシュのコートなんかにもよく使われていますね。で、それがですね、どういう加工かっていうところなんですよ。これがゴアテックスとかそういうものと違うのは、ストームシステムっていうものはそもそも加工の名前なんですね。だから生地の名前ではないんですよ。だからそこがちょっとゴアテックスとちょっと他のところとちょっと違うところかなというふうに思っています。でですね、ストームシステムというものは、1994年に誕生したロロピアーナの登録商標のものです。この高級生地メーカーのロロピアーナですね、もう本当カシミヤとウールに特化した最高級の生地メーカーなんですけれども、そういうですね、天然の素材ですね、カシミヤもウールも天然のものですから、そういう天然の素材と、あと形状ですね、あと機能を統合する最先端テクノロジーを組み合わせることで実現した完全な耐候性を備えたファブリックというふうに謳っています。このストームシステムのシステム開発に20年かけています。ロロピアーナかなり力を入れて、研究して、ようやくリリースとなったんですけど、1974年から、94年まで20年間研究に費やして、ようやくリリースとなった、加工方法です。ベビーカシミアとかですね、最高級なウールとかの、最高級な繊維をですね、その本来の見た目の質感とか、あとはその感触ですね、触り心地というものを変えずに、機能的なウェアにしてくれるというのが狙いの加工方法です。で、どういうことかというとですね、ダブルバリア構造というふうになってまして、表面にはですね、レインシステム加工というものがされています。でですね、レインシステム加工、要するに撥水加工ですね。だから表面にこう水がこうパンとこう当たった時に、玉のようになってこう転がって落ちるような加工で、外からの侵入を防ぐというふうになっています。この加工のおかげでですね、水が染みずに滑り落ちるというところもありますし、ホコリや汚れがつきにくいというところと、液体系の染みがつきにくいというところに効果が出ています。で、そしてこの生地の裏側、こっち側には、浸水性の膜加工っていうものがされています。これによって、外側から水は入らないけれども、内側でこうかいてしまった汗は外側に逃がしてくれるっていうような、ものと、あとはそのこの着てる時のあったかみですね、温かさを閉じ込めてくれるというような機能があります。マッキントッシュのコートによく使われている加工ですね。で、この他の加工方法とかと違うところっていうのは、やはりですね、天然繊維にこういう加工をするっていうところですね。ウールとかカシミヤって繊細な素材なんで、こういうちょっと耐候性とかっていうものに弱いと思うんですけど、ロロピアーナそれを専門にほぼ扱ってますから、その機能、それにプラスアルファ機能をプラスしたというですね、天然プラステックみたいな、かなりね面白い試みなんですよ。で、このキコのジャケットに関しては、ウールとかではないんですけど、ウール50、ナイロン50ぐらいのコンボ素材になっています。ロロピアーナの生地っていうのはですね、それだけでかなり高級なものなので、それこそ二次流通系のもので、ロロピアーナコートとかで探すとね、結構いいものがいっぱい上がってくると思います。生地名で探すようになったらテックオタの沼ですみたいな風に僕以前ツイッターかなんかでツイートしたことあるんですけど、本当そんな感じで、こういうですね、生地メーカーの名前で検索して良さそうなものを着てみるっていうのも一つの手段だと思います。なんかこうブランド名で皆さんね、検索しがちだと思うんですけど、割と僕としてはですね、生地名とか素材名で検索するといいものが安く買うことができやすいので、で、
形がなんかこう型遅れのものって結構安くなったりするんですよ。ロロピアーナのコートって結構50万ぐらいしたりとかするんですけど、そっからガーンってこう落ちたりするので、あのただデザインはですね、ロロピアーナってそもそもメーカーですから、まあメーカーなんですけど自社ブランドも持ってるんですよ。で、まあそういうふうに生地名で探しても自社のブランドで出てくる可能性もあるんですけど、ロロピアーナ自体は結構クラシックというか、まあちょっと古い感じの形が多いというかですね、まあクラシックな形が多いので、まあどっかのブランドがそこの生地を使っていたりとか、あとはロロピアーナのシックなやつ、クラシックなものを一周回って今逆に新鮮みたいなデザインがもしもあったら買いかなと思います。生地名で探して洋服を買ってみても良いのではないでしょうか。今回はですね、ロロピアーナのストームシステムの紹介でした。天然素材に加工を施してテックにするみたいな形で、まあ、あの繊細の素材をあの割とちょっとタフにしようみたいな話ですね。イタリアのメーカーなんで向こうもやっぱり天候が安定しないこともありますから、まあ、そんな感じで作ったんだと思います。ということで今回ですね、ロロピアーナのストームシステムの紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram やっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。動画を続けていくモチベーションであるんで、ぜひですねコメントいただいたりとか、あとは、話してない欲しい内容がありましたらコメント欄にお願いします。失礼します。